はい、どうも、コミです。いや、暑いですね。もう8月もこう中旬になってくるとですね、ドイツも結構暑いです。普通にですね、気温がもう最高36度とか、いうぐらいまでこう上がってきちゃうので、やっぱりもう日中もそうなんですが、夜も結構寝苦しいんですよね。で、何がね、きついかっていうと、ドイツってですね、実はエアコンが一般家庭ないんですよ。なんていうかな、水で温めるその暖房っていうのはあって、まあ、これは結構ね、安価にその冬はすごい使える、まあ、便利な暖房器具なんですけども、夏場、もう本当ね、エアコン使うシーズンって1ヶ月あるかないかぐらいの短い期間なんで、もうそのためにエアコンとか皆さんつけないんですね、家に。なんで、まあ、オフィスとか商業施設なんかには一応空調あるんですけども、一般家庭ではもう本当扇風機をね、回しながらみんなで寝るというような感じで、結構ね、寝冷えしないかなんかこう心配しながら、うまいことこう、調整しながらやってるって、そんな感じですね。皆さんも夏場でしないようにお気をつけください。はい、ということでですね、本日はこちら TH コンプリータさんから動画いきたいと思います。クラン対戦リーグですね、テーマはドラゴンを見ていきたいというふうに思います。で、ドラゴンってですね、結構、使える場面が限られると思うんですね。まあ先日動画紹介したゲスキングさんみたいに、もうかなりですね、ドラゴンのスペシャリストみたいな方っていうのは、まあ、比較的そうでもないのかもしれないですけども、まあ、一般的には多分、他の戦術に比べて村を選ぶんじゃないかなってところがあると思うのですけども、その辺の村の選び方から実際の運用方法まで、今日合計3本ですね、動画見ながら詳しく、お話をさせていただきたいというふうに思います。で、まず1本目ですね、これ、ミダゴグさんのアタック見ていきたいと思います。これ、ライトニングの天才からのドラゴンですね。どんな風なプランニングでいくかっていうと、ここ、クラン城と投石機エアスイーパー、これをライトニングで折っていきながら、残ったですね、三次方面、この辺全部ですね、ロイヤルチャンピオンを使って削っていきますね。で、そうすることによってドラゴンのルートをこう L 字を作ってドラゴンを回していくと、まあ、いうようなね、プランニングという形になっています。で、この村ですね、壁の中に比較的こう強い施設がいっぱい詰まっているんですね。こんな風に。でも、一方で壁の外も結構、施設がたくさんありますよね、こういうところ。アーチャー塔とか大砲とか、ウィストとかですね。で、こういう風になってくると、外周を思い切ってヒーローを歩かしちゃうっていうのが、まあ、すごい使える村じゃないかなっていう風に思います。なので、ディガホグとかイエティみたいに壁の中をね、こう済ませるっていう、まあ、攻め方をするよりも、まあ、イエティかな、イエティはまあ壁の中ですね、進ませるっていう攻め方をするよりも、こういうですね、ゾンとヒーローパートで外周を思いっきって歩かせちゃうような、攻め方が使える戦術、まあ、今回で言ったらドラゴンですね。まあ、または、どうだろう、ディガホグでもいけるのかもしれないですけども、ディガホグの場合やっぱヒーラーがついたの、クイヒーディガホグみたいな形にしていかないと、まあ、最終的に回復量が足りなくなってやられちゃうので、まあ、ソライ系のユニットで、対一の防衛を無効化できるドラゴンっていうのは、今回みたいな攻め方をする、外周をぐるっとですね、こう、ヒーローたち歩かせるような攻め方をするには向いてるのかなという気がします。アンゴールはしっかりトームを当ててのドラゴンで落としていく。これすごい重要です。やっぱですね、ドラゴンを使う場合には、いかにドラゴンを、相手のその、高火力施設に当てていくか、無駄なく当てていくかですね。ってところがすごい重要になってくるので、今回で言えば今の突撃艦もそうですね。ドラゴンもしっかりこのタウンホールじゃないわ、すいません。イーグル砲とか、マルチインフェルノ、あとはクロスボウ。この辺のあるところに誘導するために流れていかないように、ですね、いいよ。こっち側を、ヒーローで、壊していって、で、このあたりっていうのを、突撃艦を当てていって、で、こっちに、ロイヤルチャンピオンですよね。で、ドラゴンたちがしっかりとこう流れていくようなルートを作ってると。まあ、そんな感じですね。なので、その、ヒーローパートにやっぱヒーラーを使わない分、ドラゴンの数が詰めるっていうのがすごい美味しいかなと思います。そうしないとですね、やっぱりドラゴンの数が少ないのとなると、中心部に入った時に、相手の火力に押し負けちゃうってことがあるんですが、今回みたいにしっかりドラゴン積んでれば、もう4体か、きっちり残って、最後まで回りきるというね、が描ける。まあ、このあたりっていうのはやっぱりですね、すごいいいのかなという気がしますね。はい、お次見ていきましょう。先ほどお話ししたゲスキングさんですね。やっぱりね、ゲスキングさんも同じように、ドラゴンを使うときには、タウンホールはドラゴンで見るようなプランニングにしてます。で、この方は天才を使うっていうよりも、基本的に、突撃艦ライドラバルーンにクローンレージュかける、まあ、いわゆる赤に式という、序盤の展開の仕方を結構好んで使ってらっしゃいますね。こんな感じでマルチインフェルノ、あとは対空砲、で、おまけにこの壁の一区画分をごっつっとこうね、バルーンとドラゴンで削っていくっていう感じですね。エアスイーパーまで壊れているので、ドラゴン展開はこのタウンホール側から行くんですけども、これが比較的容易になりますね。
バルーンでしっかり援軍の確認、あとは、黒風船といわれるホーミングですね、確認してから、まあ、これドラゴン聞くっちゃいましたけども、ドラゴン出してからバルーンですね、この順番非常に大事ですね。ドラゴンで一瞬の滝を取ってからのバルーンを当てることによって、バルーンたちが、体力を維持したまま中心部まで入っていけるので、ドラゴンたちを一旦追い越してですね、バルーンたちがどん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 滝の防衛を壊してくれるということによって、で次打ったこのヒールですね、で序盤傷ついたドラゴンとちょっと先に進んでダメージを受けちゃったバルーン両方が回復して、で、攻めの終盤から終盤にかけての、パワーというのを、ね、維持したまんま、進んでいける、そんな形が作れます。で今回の場合もそうですよね、ここを突撃艦バルーン、突撃艦ライドラバルーンでこう、潰していって、でこっちの部分っていうのを、キング と、アーチャークイーンヒーローでこう潰していきますね。で残ったところにこうドラゴンを歩かしていくっていう、まあ、こんな感じの、攻め方になっていってますね。なのでやっぱりそのドラゴンを使うときにはヒーローたちっていうのはアドバンテージをあんまり気にするというよりも外周を歩かせていかにドラゴンたちを密集させてその壁の中に、通していくかっていう、そこに集中するべきなのかなというふうに思います。でそうするときに、まあ、ゲスキンさんの場合結構ですね、もうドラゴン一択みたいなところで攻めてるのでかなりもう熟達した技があるんですけども、プランを練るときっていうのは、やっぱり相手の対地のクロスボウが多めだったりとか、あとはマルチ IT が多めだったりとか、あとは、対空砲が比較的外側にあってヒーローとかで壊していける、まあ、そんなようなですね、パターンの村を見つけた場合にはこういった攻め方をするっていうのは結構刺さるのかなというふうに思います。どうでもいいけどこの配置なんか攻め終えたらなんかその土偶の顔みたいな感じになってますね。ちょっとなんか面白いこの形してるなってちょっと今更ながら思ったんですけども、ではですね、こちら、TH コンプリートさん一旦離れて、関西クラクラクラブの方にですね移っていきたいと思います。はい、ではラストは私の攻めですね。さあこの村皆さんならどう攻めますかね。あの自分攻めようと思った時に、今回はですね、天才ドラゴンっていう戦術を選んだんですけども、やっぱりね、この、イーグル砲と、投石機、あと対空砲、この辺がねまとめてがっつり折れるっていうのは美味しいですよね。ライトニングを、この辺ここにこうなんていうのかな、こんな感じで、2-2-2で当てていくことをすれば、対空砲2本と投石2本が折れると、まあ、このやっぱりねアドバンテージ大きいと思ったんで、まあ、そこからプラン見たんですね。で、そうした時にやっぱりこのクラン城が残っちゃうというのがね結構嫌でしたね。でこうするとヒーローを下半分に使うとこの援軍つっちゃう可能性があるじゃないですか。なんでなるべく上の方に使っていきたい、っていう風に考えた時に、じゃあクイヒーどうかっていうと、まあ、クイヒーはシングル IT が多いんで呪文がねもうほぼない中でフリーズ詰めないのでちょっとこれきついかなと。でポイズンもあのできれば、まあ、まあ積みたくなかった結果的には積んだんですけども、レイジドポイズンなんかっていうのをたくさん積むこともできないんで、対戦のクロスボウが下にあるからクイヒーもこうなってくると なかなかやりにくいなと。このクエイクライド、ライドニングを使った後のパートを考えたときに援軍が処理できて、かつ呪文がそんないっぱいいらないようなユニット編成なんだろうなって思ったときにやっぱドラゴンだったんですね。で、ドラゴン今回選んだということなんですけども、じゃあヒーローパートどこ使ったかっていうと、ですね、ここ、アンフォールをね、ヒーローで落とそうと思いました。で、そうすることによって、ヒーローでここを落としていって、まあ、キングとクイーンですね。で、落としていって、で、ここに関してはもう完全に、ライトニングで削れるじゃないですか。で、ここに関しては、ロイヤルチャンピオンを当てていきながら、ドラゴンを、ガーンとこんな風にね、まっすぐ歩かしていけば、まあ、大事なクロボットスポーとかなので、まあ、大したことねえだろうな、と思ってですね、そんなようなたっくりプランを練りました。さあ、これが結果的にどうなるのか見ていきましょう。はい。はい。ミスっちゃったんですね。あの、ライトニングをですね、222でやろうと思ったんですけど、ちょっとね、あの、編成組んでからですね、ちょっと仕事をしてから、攻めようかなとか思って、あの、少しですね、まあ、プライベートの方、あの、本業の方じゃないですね、ちょプライベートの方の仕事をやって、攻めたらですね、ライトニング打つ本数間違えちゃって、思いっきり投石が残っちゃったと。炭酸で打っちゃったんですね。宝石が残っちゃって、まあ、大誤算だったんですけども、まあ、それでもですね、多分ここからリカバリーはできたと思うんですね。で、これ、アイチャークイーンを少し遅れて出していきます。まずはバーバリアンキングで表層の部分、これをカットしていきながら、アイチャークイーンで壁を一層、もう一層ですね、スーパーボールブレーカーで開けてタウンホールを折っていくという感じで、プランを練っ
ってみました。例えばこの巨爆にちょっとですね、コババがみんなやられて、バーバリアンキングもこれで落ちちゃうんですね。ですかさずここで何度かアチャクイを投入したんですが、ちょっとねシングル IT に限られるタイミングが早かったってことがあって、もう致し方なくここはもうフリーズを使っていって、なんとかこれタウンホールにアプローチしていきたいというところで攻めてます。で、まあ、クロークを残してるので、まあ、タウンホールまでギリギリ到達するかなという、まあ、気はしたんですね。なんですけども、なんと、まあ、このタンクを叩いちゃったおかげで、ちょっとですね、微妙にタウンホールがミリぐらいでこう残ってしまったっていう感じ、ミリじゃないな、もう少しか、残っちゃったと。だいぶね、序盤でプランが崩れていっています。はい。で、まあ、このまま結果的にはですね、時間切れで終わっちゃうんですね。で、まあ、失敗しましたねだけではなくてですね、この後なんでこれね失敗したのかすごい考えたんですよ、個人的に。で、仲間にも相談して、何がね一番まずかったかなと。まあ、ライトニングがそもそも決まってなかったっていうところからして結構大打撃ではあったんですけども、もうちょっとねうまくいけただろうと。で、その結論ですね、ちょっとまず一回この攻めを見終わってからお話ししたいと思います。まあ、これクラン対戦リーグなんで、もう一回攻めるっていう、まあ、その検証アタックができなかったのが少し残念ではあるんですが、まあ、それでもおそらくですね、意図は組んでもらえるかなと思うので。で、ボマーがしっかり上方面を削ってくれているんですけども、いかんせんですね、ちょっと、ドラゴンが割れちゃったおかげで、下方面にいるドラゴンっていうのは数が少ないんですね。対空砲にじわじわこう撃たれていって、で、結果的には残り26秒では全開まで持っていく時間がなく時間切れという形でね、ちょっと、悔し涙を飲んだんですけども、いやでも多分これ序盤のライトニングを当てるっていうのは、まあ、あのアドバンテージからすればおそらく間違いではなかったかなっていうふうに思うんですけど、どうしてもですね、私スーサイドラバルをよく、ライトニングを使う場合ってやるので、その癖が出て直線ルートを作ろうっていうふうにすごい考えすぎちゃったんですね、今回の場合。よいしょ、こんな風じゃないですか。ライトニングでこうっていって、タウンホールの部分、この部分っていうのがヒーローで折れて、で、こっちがロイヤルチャンピオンで、処理できたりすれば、ドラゴンのルートは、まあ、比較的こう、まっすぐになりますよね。ドラゴンが。で、こういうようなルートを描こうとしすぎちゃったんですね。で、それが結果的には、もう大失敗に、行ってしまったっていうところですね。で、今まで見てもらった2本のリプレイ見ると、大体みんな、ドラゴンがしっかり壁の中を歩いていって、タウンホールとかそういう、まあ、相手の主力級の施設っていうのを壊して進んでいって、出るのが分かったと思うんですよ。で、やっぱりゲスキングさんのアタックとか見てても必ずタウンホール壊すのはドラゴンの仕事なんですね。ヒーローじゃないんですね。ヒーローはあくまで黒子であって外周を歩かせるだけなんですよ。なんで今回のケースで言えば、ここライトニングしっかりね、ライトニングで折るべきだったと思うんですけども、ロイヤルジャンピンをここに当てていって、で、ドラゴンをここから多分ね出すべきでしたね。で、こういう風に L 字で歩かせるプランを練るべきだったかなと思います。で、よいしょ、ここですよね、ここら辺に関しては、ここをババキンとアチャクイヒーローでこう潰していくという感じにしていけば、おそらく多分これいけたんじゃないのかなという気がしてます。やっぱりですね、結果論かもしれませんけども、ババキンとアチャクイの仕事が全然なかったんですよね、今回。なので、やっぱりドラゴンをする場合っていうのは、あくまで主役はドラゴンだというふうに割り切って、ヒーローたちなんていうのはなるべくそのドラゴンのルートをしっかり作ってあげること、これに専念するべきなのかもしれないですね。ドラゴンが、相手の高火力施設にしっかりと分散せずに突き進んでいけるようなカットを序盤にしてあげる。で、それができてくればやっぱりちゃんとドラゴンっていうのは、伸びていくし、できずに分散しちゃうともうあっという間にみんな、かっこ撃破されて怒っていっちゃうので、まあ、そこら辺のですね、ヒーローの使い方、ここがかなりやっぱドラゴンを使う場合には鬼門になるのかなというふうに思いました。で、まあ、もう一回ですけども、ドラゴンを、使う時のポイント、まあ、私そんなに頻繁にドラゴン使わないですけども、自分の今回のパターンだったら、こんな感じで耐久砲とかですね、イーグルとか、投石っていうのがライトニングで美味しく折れて、でもクラン城が残ってしまいますよと。で、クラン城の方面を潰すにもやっぱりヒーローが少し、対地のね、防衛が多すぎて、こう、苦戦するっていうような場合、こんなような場合っていうのは、ドラゴンを使って援軍が処理ができちゃうという、そのまあ利点をうまく活かしてドラゴンを使っていく。その選択肢では多分、まあ、そんなに大きく間違ってなかったのかなと、自分では、まあ、その後の反省、皆さんとね、プランニングの反省した上でも、今でも思ってるというところですね。はい。
まあなかなかですね、ドラゴンって、序盤のプランニングでほぼ全てが決まるシンプルな決め方なんですけど、まあその分ね、しっかりとプラン練ってあげないとこういう風に、やられちゃうということでね、まあ、気をつけてほしいのは、ヒーローが主役ではなくてドラゴンが主役、そのためのルート作りを、しっかりするということをね、ドラゴンを使う場合には意識してもらったらいいんじゃないかなという風に思うというところです。はい、ではですね、本日このあたりで終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴ぜひどうぞよろしくお願いいたします。 TH コンプリーターさん、あと関西クラクラクラブもですね、タウンホール13の方ぜひぜひ皆さん募集しておりますので、楽しみで大変、やっていただける方、遠慮なくですねお越しいただければ嬉しいなというふうに思います。では本日このあたりで動画を終わりにさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。